どうして、どうしてあなたはカイルを殺したの？俺とカイルは国境付近に突如現れた黒竜の討伐を命じられたんだ。数多くの犠牲者を出し、俺たちは黒竜を打倒した。さあ、むせび泣いて喜ぶがよい。呪いあれ、貴様と貴様が守るべきもの全てに呪いあれ。黒竜は死に際に俺に呪いをかけた。呪い？その呪いのせいで誰かを、何かを守りたいと思うと、俺の体は黒竜と化してしまうんだ。そうなれば最後、何かを壊し殺めるまでもう誰にも止められない。呪いのせいであなたはカイルを殺めたの？あなた、弁明をするつもりはないよ。ただただカイルは俺の部下であり友だった。俺を慕い、俺と共に戦ってくれた。ローウェン、私はあなたを殺したい。カイルがあなたを助けたから。ああ、哀れだと思う？夢の中で夢を見れ、哀れ。思わないさ。俺も、イザベル、前へ進んでくれ。それがあいつの。分かってる。夢は、あなたたちもまたこの世界で安寧を得ることはできないのですね。あなたはあの時の。ねえ、ここは災いの木の中なんでしょう。外の世界は今どうなっているの？世界は救いの時を待っています。その時が来ればネクサス様が人と世界を消し去るでしょう。消し去るね。確かにそれは救いだわ、私にとってはね。俺が消えるのは構わない。だが、レイチェルを、ナタリーを。そうですか。では、夢の管理。俺の家族を消させはしない。さあ、来なさい。この過酷あふれる世界に救いを。森の命は必ず守ります。いびんねえよ。命のおぐりとは覚悟、喜びと喪失の狭間。
ここからです。私は不滅の愛を誓う。また挑戦するぜ。一息で吹き飛ばしてやる。太陽ヒラメが舞い踊る。乙姫様をお守りします。我は天空の番人。諦めます。その程度か。世界の調和こそが私の望みだ。撤退じゃん。乙姫様、わしが神の慈悲だ。その程度か。夢か。乙姫様、新たなる世界を求めて。終わりにしましょう。闘争の果て、ハリの地平の新世界へ。サクッとやっちゃうよ。いっちょ上がり。我の剣、我が意志、俺は戦。さて、一泡しちゃおっと。どうでしょうか。やるやるわ。あなたの痛みを和らげましょう。困りましたね。これは神様の言葉だよ。喜びと喪失の狭間を。残念、もう帰らないと。神様、開く召喚の門よ。絶望よ、来たれ。諦めません。我は漆黒の陣雷。これは神様の言葉だよ。少しは楽しみ。これで決めます。届け僕の矢よ。呼吸とすで待っているぞ。強大なる力は？
やっちゃいましょう。少しは我は漆黒の陣内、諦めません。やっちゃいましょう。ダメ、その覚悟受け取ります。家族のためには進むしかないさ。この先へ進みなさい。この歪みの先にあなたたちが求めるものがあります。過酷あふれる世界が。そうね、過酷か。それでも行くよ。はい。ローウェン、先に行って。あ、分かった。行こう。家族のために。レイチェル、ナタリー、呪われたこの体ではお前たちのそばにいてやることはできそうもない。だが離れ離れでいたとしても俺の心はいつもお前たちと共にある。